漢中をめぐる争いは帝軍山を制した劉備の勝利に終わった。一方で劉備と連動し合肥を攻めた孫権の動きは不発に終わる。勢いを増す劉備と膠着を続ける曹操と孫権、魏、呉、蜀の三国の帝立は新たな局面を迎えていた。劉備はこの流れに乗じ帝立の要地慶州からの北上を画策。魏帝関羽に曹魏の防衛線の要である繁昌の攻略を命じた。軍神の異名をそのままに繁昌を猛攻する関羽、疲弊する魏の将兵、もはや敗北は時間の問題か。起死回生を図らんと兼任する曹仁と報徳。そこへ歴戦の優勝右近の軍が到来する。曹魏の将士は苦境の城に凱歌を上げることができるか。現に今しめん。このままじゃ俺たち王職が尽きそうだって話だぜ。メギルって向きだ。これはいささか。兵の不安と恐怖、関羽の武勇よりも厄介な敵よ。戦意なき者は逃亡兵と同じ。その刑が何たるかお前たちでも知っている。貴様だ。おるよ、下手な敵よりよっぽど恐ろしい。武金殿、援軍感謝する。危機に及んでの情は軍機を乱す。厳然たる事実は受け入れさせてこそ。これより先は私の策にて。よろしいな。敵はこの繁昌を水で落とす。関浦方そのでは、はい。ワン呉は日和見し、蜀に組みしただが、言うばゆえ、蜀の算段を把握していない。まず呉を城へ引き込み、蜀の水系を塞い、その後逆に、敵を水に沈めるのだ。孫武のため、我らは今一度蜀と組む。目指すは繁昌、敵本陣。繁昌の水攻めを計画する。策には策で対するのみよ。一人で現れる面白い。わしが相手になってやる。
五色の情報の分断が解明ゆえに伝令は感化できる。城内にいては推計はできぬ。仕方あるまい、官兵に戻るよう伝えよ。拙者は父上と今後の動きを相談してくる。観作たちは水門を見張っていてくれ。水門の諸軍は手薄となったが、城内の五軍は放置、水門の奪取に向かう。水系は中止になったみたいだね。じゃあ繁盛にいる五軍に加勢するよ。水系は諸君の手による。
そう喧伝せよ。諸君、自分の肉の感情を水没させるか。なんて非道だ。血も涙もねえぜ。繁盛に向かった者らは壊滅とは。これ関羽の我らをたばかったか。もはや義と職の行方としては不明です。状況が見えない以上、撤収が懸命でしょう。逃げ場はない。
となる。兄者の剣はない。拙者も諦めはせん。気迫だけでこの体勢は崩れらん。やらぬせよ、分身。分身の娘として当たって砕けます。相手をつかみよう。逃げ場はない。カウラン前に私を制す。あなたの命運はどこまで。この長方が相手だ。覚悟決めろよな。見事な働き殿。お見事。皆さん、それは死ぬ。逃げ場はない。我が義の刃、まだ折れず。いざ。父上、今は一度お引きください。少々、いずれまた相まみえようぞ。ウキン殿、宝徳殿、貴殿らの奮戦、この宗志功、感謝の言葉もない。死の本分を果たしたまで。切義なき職がもろくあったからこその勝利を。関羽は幕城で軍を立て直すであろう。そここそが決戦の地か。